っていきまーす。意外とうまそうでしょ。お願いします、今日は。どうやる？まず俺が普通にプレイをする、で後ろで、はい、セロさんが見てる、でその後、はい、セロさんがリプレイを流すのをディスコード共有で見る、で指摘をする、はい、OK、 さていきまーす。やばい、ほうヨネだ。ヨネってでもいける方じゃない？一応ね、俺攻略法は見つけてんだけど、一回しかうまくいったことない。ほう、攻略法。うん、攻略法がある。ヨネには攻略法がある。何するの？ゆっくりプッシュ。3ウェーブ目で、でかいウェーブぶつけて、倒した、ボコボコ。うまく、ぶつけられないんだよね。ガンク刺さるか、3ウェーブ目のデカミニオンをぶつけらんない。よくあるんだよね。なんかね。まあ、あるね。よくやってるね。うん。ちゃんと、意識して見てみるか。まして、相手のうまさは関係ないから、その動きに関しては。一番の課題だからそれちょっと見てほしい。多分今回もやるからそれ。オッケー。とりあえず殴ろう。了解。1と2。どんどん行って。俺なんかね、最近前に出てるつもりなんだけど、出てるつもりの時にセロさんにコメントに言われたから、もっと出ていいよって。どこまで行っていいか言って。まだ出てなかったね。相手のタワーアレンジギリギリだよ。あ、そこまで行くんだね。うん。で2ウェーブ目で相手のレイスにワードいっちゃっていいね。もう2ウェーブ目が、来るとき？いや、2ウェーブ目終わるぐらいかな。2ウェーブ目が終わる。終わるタイミング。オッケーオッケー。はい？ちょっと待って。イズリアルミッドから歩いてきて。危なすぎる。ミニオンが出撃しました。あ、ダメ、リコールダメ。これやばかった？間に合わない。全員負け確です。だってもうミニオンにたどり着いてないじゃん。負け確定した？負け確定した。あ、もう一番ボコれる時間がなくなった。俺は負け知らず。まあまあまあ悪くない。いいね、いいね。これウェーブ1位で、これゾーニングできる。殴れるね。あ、了解。ダブルはフェイトし、オッケーオッケーオッケー。うまい。惜しい。タワータギから外れる。一回押し切りたいね、全力で。へえ、これ押し切るんだ。どうせ押すレーンだから、ちゃんと押し切る。なるほど。で、ワード置く。このどうせ押し切っちゃうウェーブとか、雷神にもやってたんだけど、それ多分意識、理解できてないんだろうな。勝ってる。あー、届かないか。あ、今、一回オートアタック多かったね。なるほど。あ、まあ、悪くない。これジャグ戦ってますよ。全然見えねえ。ここで寄るんだよね。なるほどね。全然見えねえなかったわ。ケール。お、これ。ガンクタイミングだね。これは行くのは分かる。味方が倒されました。
ここまでだ。死ねれ。休んでる暇はないぜ。この辺頑張ってレーンだけ押したいね、トレードじゃなくて。OK、 今日2回投げれるんじゃないかな、頑張ったら。これいつもだったらここでリコールしちゃってるんだけど。あー、リコールはまだかな。あー、そうなんだ。もうデカウェーブできついからコラフト補充いっちゃってるわ。これレンジ並んでるときラッキーだから今日2回投げちゃっていいよ。 OK、 次のウェーブで投げるわ。いやー、これ死んだか。俺焼いてくれてたから。あ、いやー、持ってかれんのか。 あ、もう強引に9、2回投げて殺しに行った方がいい。うん、あのレンジが9、3体に当たる形だったから、さっきの2回ウェーブが、9はノーリスクで投げれるから。これウェーブ差が触んないでもうポット行っていい？いや、これ押した方がいい。これ押した方がいいんだ。押し切れるから、ヨネが来る前にキヨ2回打てるから。あ、What？ 帰っ、避けろ。あなたのチャンピオンが倒されました。くっす。これは、まあすぇ、割としょうがないかも。まあ一応ビジョンないから危ないね。あ、なるほど、あそこすらも危ないと。ミッド出してきそう。てかワンちゃんだいぶきそう。お、いいよ。こっちまで行くんかい。どうなるんだ。持っていけるか。後ろから来てる。後ろから来てるよ。避けろ。避ければいける。よいしょ。マジか。エズノルトも食らっちった。うわ、それ死ぬか。壊す。ああ、まあ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 。まあまあまあ。え、これアムが行った方がいいよね。そうだね。こうなったらもう。ボコだな、マジで。いるよな。いい感じだな。カメラ動かそう。カメラ。敵のランペ。この時にさ、うん、ボット走った方が良かった？いや、これはもうどうしようもない。これはもうクリアするしかない。ここでハラスしてんねん。これもカメラで見ないと。あ、あ、これはとしょうがない。めっちゃ喧嘩してる。休んでる暇はない。喧嘩してるね。逃がさない。お前うめえな。まあまあでもちゃんとレーニングすれば勝てるよ、この4年に。ちゃんとレーニングが無事。まあ、今回は正直ジャングルからスノーボールされたから、いったまあまああれだね。結構ね、今のも聞いててね、俺だったら押してるところを押さんでいいとかね、かなりあるんだよね。
あ、そうだね、マジウェーブ、ウェーブの知識だね。ここはもうリプレイ見ながら。味方のインヒビターが破壊されました。綺麗だな。これは自信。まあでもこれはいっぱいたるね。ちょっとミューリプレイ見よう。あはん。オッケー。あ、見えて、見える？見える見える。じゃあこうか。まあ、この辺はまあしょうがないとして、まあまずここだね、リコール。まずリコールしちゃったこと。で、相手にオートアタックするタイミングが、オートアタックで CS 取るとき、Q で CS 取るとき、スタック食べるために Q 打つとき、この3つなんだよね、ヨネは。いや、そう思うよ、デラモンだけど、うん。そのタイミングで殴りに行く、ちゃんと。まずは。ただ近づいてきた時ではなくてね。そう、 今も、うん、あ、まずこれザック使ったじゃん、うん、ここで、うん、これもう殴りに行っていいんで、1回はこれほらもったいない、今ミニオンに寄与した時にそのレッドカード投げれるから、オートアタックしてレッドカード投げれたね今の、うん、そういうとこだね、相手のそのなんだ、相手を殴るタイミング、あ、これも殴っていい、今のは分かる分かる、殴っていい、ね、これまあこれ殴っていい、殴っていい、うん、あ、まあまあまあいいね、でたまったから下がるだね、あ、これあ、まあいいね、レッド当てながら下がれたから、でここでミニオン殺しちゃダメ、これここでほら半分よりかなり手前で止まったから、うん、これゆっくり押してデカウェーブ、ちょっとウェーブをこっちから押す、ウェーブ作って一気に押してってやつだよね、そうそうそう、うん、まあ、そもそもここで止まると相手怖い、ガン怖い、もう分かる分かる、それもね、それは大事に教えてもらった、そもそもで、これももう前でっていいね、この時のさ、前に出方が分かんなくてさ、なんて言うんだろう、ラージミニオンに攻撃されるのが怖くてさ、ダメージトレードはなんか半々で終わったりしない？あー、まあ分かるけど、今のは、うん、頑張ったら追い越せたかも、追い越すまで、うん、ここで、うん、このメレーを取ったらこっち行ってワード置く、マウスカーソルちょっと見えてない、どこ？あ、そう見えてないか、この、うん、今ヨネがこのヨネの E のこれ戻るとこのもうちょっと左側ぐらいに立ってゾーニングもできるね、へー、そこまで行っちゃうんだ、でここはもうこれ今はプッシュウェーブじゃん、こっちの方が南から、分かる分かる、これはもう中途半端に止まるのが嫌だから全力プッシュ、うんうんうん、ああ、ずっとアタックして球投げてタワーに押し付ける、そうするとワードが起きるね、あ、これはもういいね、相手をちゃんと咎めてる、でここで全ゲーム忘れちゃいけないのが、うん、カニが湧くからこの時間、うん、カニの時間ね、うん、カニの時間だから、まあまあまあトレード勝ちましたと、うん、で、もう圧倒的利だね、急に1回押したい、これもうすぐすぐ、これ もっと早く押したかったね、このトレード勝ちました、QR で、ここのミニオンいるじゃん、ここ、うんうん、いるね、にちゃんともう Q を2回投げる、投げて最速プッシュ、そう、投げて最速プッシュして寄る、まあ、この試合はちょっとまあしょうがないけど、まあ、それは Y ゲームやる動きだから、そもそも味方のジャングルがどっちの蚊に行くかとかも意識してないとダメだね、でなおかつ敵のジャングルもまあどっちだろうなってイメージしながら、ウェーブプチねー、もう今のもカニが基準、オブジェクトが基準って、オブジェクトっていうか、まあ最初のオブジェクト的なのはカニで、その次はドラゴンでっていう、あ、そうだね、うん、でこっからはこれもあれだね、プッシュ、どうせプッシュだから、
中途半端にならずに全部押し切るウェーブだね。まあこれ押し切って、うん、えちなみにこれさダイナミエーターの見てた？一瞬見えたよ。分かった、それ見えた。うん、見えてたね。でここで多分トップのヘルスを確認しなかったんよ。あ、しなかった。ここダイアナ見えたじゃん。うん。ってことはまずトップタイプの心配をしないといけなかった本来。あ、そっちが先なの。リアルタイムで。これもうだいぶじゃん。うん、確定で来るみたいな感じだね。でボットは歩いたけど、まあ一応これもまあ美味しそうには見えた正直。うん。ただ理想を言うならトップカバーの方が良かったかもしれない。ガンクって運ゲーじゃん。成功しない可能性もあるじゃん。うんうんうん。でもダイブって 100% 起こることなんだよ。ダイブされるは 100% 味方が死ぬし、うんうんうん、逆にダイブするっていうのは 100% キルを取るんだよ。これも逃げられたじゃん。うん、でもこいつは 100% 死ぬんだよ。わかるわかる。ダイブは 100% でガンクは運ゲーっていう、うん、まず前提考えとして、はい、了解。だからこれはだいぶカバーのは 100% アドバンテージになった。まあ一応スピル落としたけどもミルにはなってないから、まあ、このデッドプラスミニオン大量ロスの方がでかいよね。ジャングルが味方のフィードルボットにいるじゃん、うんうん、でこっちウェーブ的にはブルーちょっとボット押し気味だったから、もうボット確定だと思ったもはや。ああね、うん、今までは多分これトップに行くことはないね俺今まで。今日のコンチングなかったら、あ、全部ボットだった。うん、スタッフの選択肢だ。それを言うなら味方のジャングルがトップダイブしてて相手のミッドが相手のターンでここまで動いてると、うん、だから相手のボットがおかしい。なんなら本来は。なるほど。あ、もちろんソロキューだからそういうのは起こるけど、うん、本来刺さるはずもないこのボットガンクは。じゃあレートが上がってきて本当にうめえやつらばっかりになったら、うん、このガンクはもはやクレンズオンフラッシュも落ちえない。落ちえない。なんてたら、うん、もうダイアナがトップタイプするってことは、ボット相手のボットは基本下がるわけだから、うん、そういう考えになってくるね。まあ、これはでも分かんない。まあ、ソロ級だから、まあまあまあ。まあ、一応でも、まあそうだね、そういうトップダイブのカバー、まあ、トップを見るだね。まあ、ウェーブとかも多分全然見てなかったから、スタさんは結構暇だったんだよね、この時。うんうん、完全にね。暇っていうか、そう余裕があったんで、なんでかっていうと、うん、ここから、うん、3分50でリコールスタートして、でヨネが、リコールスタートが、いつだ、まあ、見消えてからか、まあ、大体ここら辺として、28秒、うん、先に帰りました。うん、だから、今からロームしようって思うわけ。うん、思うのが TF のしなきゃいけないことだけど、うん、結構プッシュがなんか遅かったから、あ、あんま分かってなかったと思うこの状況、うん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 、でここでもう見る、ここでもう見る、ここと、うん、ここで考える。なんならここにいる時でもいい、別に他に考えることないし、ここ歩いてる時こうやって、でトップ見て、うん、ボット見て、うん、まあボットは押されてるけど、これミニオンを消した後だと下がられそうだなとか、でもトップダイブされそうだなとか、まあダイナ打ってたしね。これもこの時考える癖だ俺。今見てもボットが美味しそうに見えちゃうもん。うん、やばいなこれ。そういう感じだね。まああとチャンプもあるね。その確定 CC ないじゃん、うんうん、レオナとかだったらいいかも、まあ、ガンク刺さったかもしれん。シャコだからそういうチャンプも見ないといけないね。イズビアルだし、クレンズだし、もうそこら辺も全部考えなきゃいけない。では、結果的に、まあまあ、こうなったと。こうなりました。まあ、ここはもういいや。はい、まあ、こういうなりましたね。いや、本当にためになった。なるほどね。うん。これ、正直みんな考えてるね。ミッド。てか、まあ大体みんな普通にやってるね、こういうのは。もちろん見逃すときとかもあるけど。うんうんうん。やってんだみんな。ああ、やってるやってる。まあ、HL 出てるプレイヤーは絶対にやってるし、ソルキューとかでも、まあ、うん、まあ、そうだね。ある程度のレートになったらもみんなやってるね、これは。やってんだね。
まあ、たまにやってないやついるけど、まあまあ基本、うん、もう基本だからこれは。ああ、じゃあたまになんだね、俺は。じゃそうなるとね。まあそうだね。やってない側なんだよな。で、こっからだね。こっからのレーニングだね、今度。うん。もう一個課題というか問題点、うん、改善点は。うん。こっから結構もうちょっとトレード怪しいじゃん。うん、苦しい。こういう時は、うん、ゴールが9に1回レンジミニオンに投げることなんだよね。レベル5になったらさ、そう、9に1回でレンジミニオン取れるじゃん。うんうん、だからまず、ここで、この次、うん、この辺に縦に並んでるミニオンがいるわけじゃん、ここに。うんうん、それに9とってイメージして、そのポジションを取る。ど真ん中ってことでしょ？真ん中真ん中。うん、今、味方の、あれだね、メレーミニオン。ここに立って、9投げる。で、ピューでもう全部にダメージ当たります。そう。そしたら、うん、次上がって、もう一回9投げたら、もう、さよならっつって、ローブできる。もうトレードは不利だし、危ないから、結構、9に1回投げるのをね、目標にしていいね。レベル、スキル、あの、チャンピオンレベル5以降は、トレードが不安なら、トレード勝つならいいんだけど、やんなくて。わかった。このレベルもそう。うん。もういないもんね、これね。そう。これも、正直今、隙があったから、9を1回投げとけば、そう、あとね、そう。これめっちゃラッキーなんだよ。このウェブこれなんでかっていうと Q が当たるんだよ今投げても。あ、なるほどね。変な形になってるじゃん。ああ、この変な形になってるウェブマジでラッキーだから、 Q2 回さっさと投げちゃっていいよ。これ本当にラッキー。このウェブはもう本来もうミニオン消えてるもん、 Q2 回投げたら。でこれ結局この時間ってミッドミアって言わなきゃいけないし、うん、相手のターンになっちゃうから、ああいうミニオン残ってんのも嫌なんだよね、本来。これもそうだね、レンジミニオンが9当たる形になってるから、うんうん、2回打っちゃえばいいね。9、2回打って、まあ、カードは、その W は、そのプレッシャーだけで投げる感じ。うん、まあまあ、これはしょうがない、ね。避けるしかない、ウルトは。ユネネルトはまあ頑張ってよけよう。了解。結構ね、まあ EQ、まあ EQ はしょうがないな。逆にこれは無駄に前出たね。まあ、これはもうなんだろう、タワー下に入るのが確定してるから、うん、前に出る意味がないね、逆に。もうもう下がって待っとく、タワー下で。あのミニオンが死んでも別に身は減らないもんね。そう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 。でも前出たからまあ当たっちゃったね。これはもったいないね。あ、そうだ、これこれこれ。これも、よりより早いから、うん、まあまあ、ちょっとだけど、まあでも言うて、9、2回は投げれるから、うん、あれだね、9、2回投げて、ウルト狙う状況だったね。うん、これ9投げるんだ。これよくあるパターンでさ、うん、あの、ああいう、もうこっちが押し確定でリコールしてるときに、もう、ガンクが備えてることが多いから、俺、ミッドのミニオンを無視して、もう、サイドレーンに飛んじゃうことがめっちゃある。あの、多分、ミニオンとプレートが、相手が取るゴールドの方が多くなっちゃうから、あんま良くないかも。あ、ここからだね。あの、無駄なレッドカード。めっちゃ投げる俺。レッドカードに関してはクソ投げる。これね、マジでもったいない。まあ、9投げたじゃん。うん。これ、レッド投げるじゃん。うん。で、9投げるんだよ。これもったいないじゃん。普通に。うん。これマジでもったいないね。ずっとやってて。ずっとやってた。9で残ったレンジミニオンに、なんかレッド投げるんだよね。もう、それ全部ブルーでいいし、2回目の Q で結局取れるから、うん、まあ単純にもったいなかったね。これもブルーでよかったし、レッドカード。手癖だね、これは。多分、俺の配信見てる人はもうずーっとこれを見てると思うわ。ずーっとこれだよ、俺。うん。マジにもったいない。マナがなくなる。なくなるね。あ、この辺はまあまあ、よかったね。普通に飛んで、まあでも
まあしょうがないな、これはどうしようもないわ。負けてるときってもうなんだろう、やることないから暇じゃん、こういうときも、うん、こういうときも見る、うん、であとそうだ、スコアボードだね、スコアボードそのスコアボードなんかマジで全然開かない、下さん。あ、俺全然開かんかもしらん。スコアボード開いて、うん、その味方の育ってるやつ、相手の育ってるやつ、あと、うん、ドラゴンヘラルドのタイマー、うん、マジで見てないね、うんうんうん、それはちゃんと見た方がいい。例えばこれだとこれいい、マジまさにいいパターン、これ賞金がエイトロックスに400ついてますと、うん、で旅じゃん、うん、で別に硬くないじゃん、ナビーゴも火力ファイター同士だし、うん、つまりウルトしたらこの状況でもこいつガンク刺さるんだよ。あ、そういうことに気づける、タブを開いて考えてると。確かに俺は敵がマーキュリーとか気づくこと俺、ま、あんまりないかも、たまにしかないわ。そうそう、こういうのはもうちょっとルーン入ってるだろうけど、まあ、旅でファイター同士で、まあ、全然これガンク刺さるから、そういうのだね、そういうのを考えなきゃいけない。でなんかそれで例えばドラゴンが湧くんだったら、もうどうせファイトしても勝てないし、相手がドラゴン行った時ウルトでトップガンクしようみたいなことを考える、そんな感じだね。あとなんかあったかな、あった、もうこれも出てるな、ミッドのミニオンを捨ててボットレーンとかを助けに行こうとしてるね。あ、これね、あ、これダメ、これダメだね。これミッドレーン開けちゃダメ。これ正直倒れてたから、なんか結構無駄に、この動きダメだね、これ。これミニオンちゃんと食わないとダメだね。うん、ここもかな、この、なんだろうな、ここで待ってればいいんだけど、歩いちゃってるから、ウルトの最大射程にさえいればいいから、うん、結構もったいないね。あれ、ニットのミニオン食えって話？あー、今回は、まあ正直、ダイナラにそもそもソロキルされる可能性とかもあるから危ないけど、うん、まあ食えることもあるよねって話だね。あ、そういう動きをしてれば。寄らずに、ウルトの最大射程入っていればいいやっていう考えで、結構無駄に歩いちゃったから、今のも。正直、届くから、ここで届くじゃん。まあ、届くね。こっから、この辺からここの辺まで飛べるじゃん、多分、うんうん、まあ、大体わかんない、まあ、大体だけど、だからもうなんだろう、これ以上トップに歩かなくていいと、ここで待って、なんならここのもいらんかも、危ないから、いたらこれは置くときここだったら死んでたし、うん、だからここで待つ、ここで待って、ああもうこれウルトして間に合わないなって言ってすぐミッド行って押すみたいな、そういうのも大事だね。これ結構もう無駄な距離が空いちゃってるから、うん、で確かに私いたら死んでたもんな、てかウルトで飛べなくなってたもんな、しかも見つけ取られて、そうだね。あとね、どこかな、なんかメカニクスの話なんだけど、次なんかね、オートアタックしてるときにね、ダブルのカードがついてないときがあるんだよね。何回か。どこやろ？ボッサに引いたときかな。あんま場所が覚えてないんだけど、これ、ちゃんと、なんだろう、カード選択先にしてから右クリックっていうのを意識してないと、結構起きるから。ああ、俺それよく起きてるかも。俺結構ね、あ、敵接近してきたな、ダメトレをとりあえずしようっていうときガチャ押してるんだよね。ガチャ押してガチャ押してジャジャジャって押してで次のクリックに出りゃいいやっていうことがある。あ、それダメだね。そう、なんかもうとっさに引いて色関係なしに投げるとき、あ、これはできてるね。でもこれ多分たまたまなんだよね。たまたま右クリックが後だったってだけで、なんかできないときもいっぱいあったんだよね、うん、あ、それも結構変わってくるから、ちゃんとカード選択して右クリック、それを意識した方がいいね。キーボード先でマウスアート。オッケーオッケー。ガチャ押しダメなんだよな。確かに出てない。それに違和感を持たなかったこともおかしいもんな。確かにちっちゃい通常がペッて飛ぶことよくあるんだよね。ああ、それね、よくないね。
それはマジで。今のもじゃない、今のもあれじゃない、 W ガチャ押しのさ通常攻撃してたやつ。あ、そうだね、これそうだね、これ今そうだね、うん、カード残ってる。やってることは正しいんだけど、その W も適当に押して、うん、投げるっていうのは正しいんだけど、あ、怒らくはダメだね。飛んでないんだよね。飛んでないね。結構よくあるかもしれない。もうサンダーロード出せたね。そうなー、なるほど、なるほど、うん、この試合でこんな出るんだよな。まあ、出るね。この試合でこんな出るんだ。でもいや、俺意識した試合を 見てほしいな。まあ意識した、あ、そうだね、できてると思った試合、じゃあ自分がうまくいったと思った試合、うん、この勝ったやつ。ああ、違う、今までの、今までの試合にはないよ、そんなこと一個も考えてないから。今までの、そうそうそう、今までの7年間の試合にはそんな意識してる試合は一個もないから。ああ、言ったことを実践するから。そう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 。ああ、今、OKOKOK、 そういうこと。 OK、 じゃあもう次行くよ。お願いします、すいません長らく。いやいや、もう全然いいよ。